いよいよ今日のメインイベントを迎えました大宮スケートセンター、ゴングが打ち鳴らされまして、これより選手の入場であります。ダブルダブル役女子世界タッグ選手権試合60分1本勝負。JB エンジェルスのテーマ曲が流れております。チャンピオンベルトを先に抱いて、まずチャンピオンクイーンが今日は入場してまいります。お、JB エンジェルスの2人は何か新しいコスチュームですね。はい、おー、まあ、うまくカナダ、アメリカを転戦いたしました時には異国情緒豊かなコスチュームだったんでしょう。初めて日本のファンに披露いたします。可愛い JB エンジェルスの入場です。そして今レイラ2回ジュディ・マーチン入場のための音楽がかかっております。入場曲がかかっております。これは2人の入場曲で、今日のこの一戦のためにわざわざアメリカから取り寄せたそうですよ。あ、はい、アメリカで今最高の人気と言われております。ジュディ・マーチンとしてレイラ2回、この2人はフラワーガールズという名前で全米を席巻しておりました。そしてチャンピオンベルトを持っておりました。この2人が今年の1月24日カナダ・ハミルトンで JB エンジェルスの挑戦を受け、思わぬチャンピオンベルトを JB エンジェルスに取られるという思ってもみない事態が起こりました。そしてそのチャンピオンベルトを追ってはるばる日本にやってきたわけであります。先先に向きまして、フジテレビのサムより両チーム並びレフリーに花束の贈呈でございます。さあ今レイラ2回ジュディ・マーチン、そして山崎一樹、舘野則雄に対しまして花束が贈られております。続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。まあ、アメリカを転戦するとジャガーね、こういった、はい、思い切ったガウンなんかもですね身につけられるようになるんですよね。そうですね、ちょっとやっぱり派手になりますね。はいはい、ね、また、はい、そういった派手なものがアメリカなんかでは受けるんでしょ。そうですよね、着物みたいなものってアメリカやメキシコって受けますね、やっぱり。そうですか、はい、アピールできるということなんでしょうね。しばしファンの目がですねずっと赤コーナーに集まっておりますが、しかしご覧のように青コーナーの2人も誠に絢爛たるガウンを身にまとっております。おそらくこれがですねフラワーガールズのチャンピオン時代のガウンじゃありませんか。そうでしょうね、黄金のガウンですよ、はい、ね、誠に貫禄十分であります。熟練コンビといった感じがいたします。フラワーガールズ、今上田晋司コミッショナーのコミッショナー宣言がありました。この試合が正式にダブルダブル役の女子世界タッグ選手権試合であることが宣言されました。藤井エディングアナウンサーから改めて選手紹介であります。誠に夏らしいピンクとそしてグリーンのガウンを今静かに脱ぎ捨てております。 JB エンジェルス、グラマーガールズの2人が紹介されました。レイラ2回もグラマーガールズを結成してからですね、髪の色を変えましてね、金髪にしたんですよね。そうですね、はい、まあ、とにかくアメリカでは現在実力ナンバーワンと言われておりますこの2人です。何かポシェットまでしてて本当におしゃれですね。はい、
今それをですね若い女子選手に返しました。さあ改めて試合前のこれからレフリーの注意が与えられます。テレビレフリーであります。のりこちゃん、はい、挑戦者、まあ、ちょっと前まではチャンピオンだったんですけどもね、はい、グラマーガールズというレイラニカイとジュディマーチン、アメリカでももう実力人気ナンバーワン、はい、ね、顔はでもすごいなんかね優しそうな顔をね、しかし体が大きいでしょ。そうですね、はい、まあ、JB エンデルスも大きくなって日本に帰ってきたんですけども、それにいたしましてもやはりジュディマーチンとレイラニカイにはかないません。夏木くん、いかにも強そうでしょう。そうですね、しかもあの胸のあたりにもね、あの金粉がキラキラ光ってますでしょ、はい、ねえ、おしゃれですね、はい、もうすべて金髪、そしてあの着ていました金のガウンは脱ぎ捨ててますけどもね、金のあのファイティングスーツ、そして金のシューズ、豪華絢爛な感じがいたします。まさにゴールデンコンビ、ゴールデンチャレンジコンビであります。JB エンデルスと今日は是が来ても何が何でもチャンピオンベルトを奪い返さなくてはいけない時を迎えております。まあ一応 JB エンデルスとしてはですね、日本での防衛戦ということでそういった点ではあの有利とは思うんですけども、なんといっても日本まで追っかけてきたこのレイラニカイとジェジー・マーティンの執念みたいなものが ね今日は不気味ですね。感じますね、はい、今日はリング上に登場した時から何かそういったあのやはり外人らしいね、自分 の, あの内面のこう気持ちを発散するようなものがもうずっと青コーナー出てましたね。そうですね、この試合はどうですか宮本さん。やはりですね、あの JB エンジェルスにとってはですね、はい、まあ、本当の意味で、なんて言いますかね、凱旋してから一番大きな勝負ところだと思うんですけど、ね、まあ、このシリーズ入りましてね、このラニカイマーチングなんですが、はい、JB と、まあ、全勝タッグをやってるんですけどもね、その時フォール勝ちで勝ってるんですよね、はい、さらにもうラニカイに至ってはですね、シングル戦でもなんと、まあ、あの長与アスカをですね、連覇してるんですよね、もう絶好調ですね、はい、だから今日の一戦本当に油断がならないですね。怖い存在ですね、はい、いや三宅レポーター、はい、このあたりはいかがですか。もうチャンピオンチームにちょっと話を聞いたんですが、ね、はい、非常にあの社交辞令が多いようなそんな感じを受けたんですけどね、山崎立てるのは本当にベストタッグチームであると、どちらにしてもシーソーゲームで、どっちが勝つかわからない試合になると思うというふうに言ってるんですよ、はいはい、でもし運よく我々が勝てれば、またアメリカに来て戦ってこいと、戦いに来いと、これからもずっと戦っていきたい相手だというふうに言ってるんですけどもね。なるほど。でも花からですね、我々が勝てればということを前提にして話をしているというところにね、かなりね、はい、もうそういう気持ちがあるんだと思いますよ。そうでしょうね、一方 JB の2人はどんなもんでしたか今日は控え室で、まあ、この2人はあんまりねプレッシャーを感じないタイプの2人なんですけどもね。あ、そう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 、明るいですもんね、縦の選手は非常に明るくてですね、はい、まあ、この間の後楽園の時とちょっと感じが違うというふうに話を聞いたんですけど、うん、はい、山崎選手の方がですね、はい、非常に緊張してましてですね、今日は、あのいつもはこんなことないんだけども、いつもあの試合のことは考えずに過ごすんだそうですよ、試合の前は。あ、だけども昨日あたりから考え始めてしまってですね、はいはいはい、もうご飯も喉を通らないという、まあ、いつもないようなプレッシャーに今かかってるみたいな感じのことを言ってましたですね。あ、そうですか。まあ、向こうもトップの、ね、ペアなんで、はい、負けないようないい試合を見せるだけですというふうに語ってました、うん、さあバックを取った、これはどうか、あーっと、そのまま続けました。なるほどね、山崎にもああいった大技が、あの力技が出るようになりましたですね。そうですね、すごいですね、簡単に持ち上げましたね、大きなジュディ・マーチンをね、サッと持ち上げましてそのまま叩きつけております。さあそして今度は飛んだ縦のノリオでやります。あのちょっと前までの縦のそして山崎のコンビだったらちょっとジュディ・マーチンのレーラニカイを相手にしたんじゃもう体力的に引きを取ってどうしようもなかったと思うんですけども、今は対等ですもんね。そうですね、対等以上のパワー持ってますね、大したもんですよね。さあ縦のノリオが行きます、一気加勢であります、正面からぶつかっていきます。さあカイロドライバーの体勢に入ろうというところ、さあ両足を踏ん張ってこられました、後ろに落としました、カウントが2つ入りました。捕まっているのがレイラニカイであります。例によって大きなボディアクションレイラニカイ、歯をむき出すようにしてこの人は攻撃を仕掛けてまいります。これはもう昔から
そして今ジュディ・マーチンにタッチいたしました。ジュディ・マーチンの場合はもう少しあの日本に初めて来た時は細かったんですけども、やはりこの人もあのウエイトがつきましたですね。そうですよ ね、おっとボディを打ちました。縦のノリオであります。ちょっと苦しそうな表情、お腹を押さえております。何かあの山崎樹を睨みつけていっております。さあ長い髪の毛を引っ掴んでどうしようというんでしょうか。ジュディ・マーティンエルボーでいきました。脳天に一発、そして今度はレーナに回出てまいりました。テルイ・レフリーが今レーナに回を制しております。60分一本勝負です。油断はなりません。なんとしてもこの大宮スケートセンターでチャンピオンベルトを防衛したいという JB エンゼルス、アメリカに持って帰りたいというグラマーガールズであります。やはりここまであのまともにいったら決して力負けしないんですけども、ちょっとずるさうまさという点では青コーナーが一枚岩手でこれに負けてるような気がしますかね。宮本さん、ちょっとあの苛立ってますよね、あっと山崎樹がまたあの飛び出していきました。何かだん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 あのずるい戦法にですね JB エンゼルスがはまっていくような気がしますですね、はい、やっぱりあの今外人組のね、はい、あの試合ペースですよね、うん、そうですね、はい、さあロープに振られました。どうか、あっとこれは1点、回転蹴りがために入った。おっとどうしたんでしょうか。反対になって分かっておりませんでしたが、今何かあの顔面を押さえてますね、顔面あの両足であの、まあ、挟まれるように蹴られたんですね。やられましたか、はい、あそうですか。またキックが入りました。縦の、そして上からいった。さあこれは危ない。今度は山崎が助けに出ました。これは当然であります。試合時間15分を経過いたしました。まあこの試合は60分1本勝負なんですけども、ちょっとあの場内相当温度も上がってますし、選手にとっては15分経過、この辺りが一番苦しいかも分かりませんね。じゃそうですね、ええ、暑いですもんね。暑いですね、やっている選手は大変でしょう。この辺りでこっと息を抜くと危ない。そう、おーっと攻撃だ。さあ山崎が標的になっております。まあやはりあの体力はついたんですけども、しかしちょっとあの体重が増えてますので長期戦になると、あるいは JB エンゼルス危ないかも分かりません。さあうまくかわしました。パチッと今縦の伸びをタッチいたしました。さあ何か声を上げて今縦の伸びを襲いかっていきます。そう、おーっとレーラン回、レーラン回がやられました。さあここはチャンスであります。一気加勢に攻めてもらいたいところ。縦のノリを大きなレーナに回を手玉に取っております。そして今度はジュディ・マーティンだ。ロープに振って今度はどうか、ハートアタック、クロスショップ行った、また行った、クロスショップに圧であります。さあどうするか、ダブルアームスープレックスか。さあ気合いものともよくやります、よくやります。さあカウントが入るか。今度はレーナに回が出てまいりました。そして今ダンロープで、さあ縦のノリを一気にいきました。空中ラリアートであります。おーっとレーナに回が出た。山崎が出ました。ジャガー JB エンゼルスがこの大きい2人を仕留めるのはどうすればいいですかね。ジャガーだったらどういうアドバイス。そうですね、今もう、はい、JB も体力あるんでね、あの十分耐え難いので いけると思うんでね、そうです、やっぱり2人のコンビネーションでつなげていったらいいんじゃないかなと思いますね、はいはい、このあたりうまいですけどもね。さあこれをどうホールに結びつけていきますか。さあお互いに分かれてトップロープに立った。一気に飛んだ、一気に飛んだ、ミサイルキック、ダブルミサイルキックでやりますが、ちょっとあの今縦のノリオがどうしたんですか。宮本さん、ちょっと今不発だったんですよね。不発だったんですか、はい、ラリー界まで届かなかったですね。はいはい、いやしかし山崎いつきの方が綺麗に命中いたしました。おっと縦のどうしたか、縦のどうしたか、あっと、そしてさあ本の体勢か。おっとジュディ・マーティン上から行っている。縦のが危ない、髪の毛を使いました。ここは大きなチャンスであります、グラマーガールズ。さあどうするか、ブレンバスターに持っていきました。そして今山崎にうまいタイミングでタッチであります。さあ山崎が出ました。おっと体勢1点だ、危ないと山崎が行く。
ります。さあ山崎負けていません。勝てるのはちょっと苦しそう、エプロンで苦しそうにしております。おっと山崎どうした、山崎場外にモンドリ打っておった。そして勝てるのがドロップキック。さあ4人の選手が場外か、4人の選手が場外であります。縦野伸夫選手は今うずくまっております。放送席の前でうずくまっております。そして山崎樹選手が向こう側鉄柵に叩きつけられました。放送席の前で縦野伸夫選手が痛めつけられております。向こう側今度は山崎樹選手がやられております。レーダー2回が場外に落ちて苦しそうな縦野伸夫に、さあどうか、おっと向こう側の鉄柵に叩きつけるか、と逆にやった、これはうまかった、縦野伸夫うまかった。しかし向こう側では山崎がやられている。おっとっとどうするか、危ない。さあおっとどうなるか、入ったどうか、ゴングが鳴っております。さあ今のはどうなんでしょうか、果たしてジュディ・マーチンが入っていたということか。ヘルイ・レクリーは今フリーマン、おっとジュディ・マーチンの左手を上げました。レーラン・カイと抱き合って喜んでおります。この判定は微妙であります。ヘルイ・レクリーは当然抗議であります。宮本さん今どうだったですか。そうですね、なんとも言えないんですけどね、はい、まあ、ジュディ・マーチンのね、はい、上半身は、まあ、中へ入ったんですけども、はい、しかし、まあ、足の方はですね、山崎がきっちり押さえてたんですよね。これを、まあ、どう取るかね。ジャガーどう見ましたか今のは。そうですね、まあ、上半身が半分は入ってたことは入ってたんですけどね、それを、まあ、レフェリーがどう判断するかなんですが、はい、いやヘルイ・レフェリーはですね、やはり上半身が入っていたことを取ったようですね。そうですね、いやしかしね、微妙な判定でした。いやーやっとチャンピオンベルトが帰ってまいりました。日本まで追っかけた甲斐がありました。グラマーガールズヘイラン・カイト・ジュディ・マーティン、今何度もチャンピオンベルトを高く上げております。無念の気持ちでしょうね。はい、お、やってますよ。山崎樹つきマイクを掴んでアメリカに取りに行くからな絶対にと、今グラマーガールズに対しまして挑戦状を叩きつけております。もちろんこれを絶対と言うんでしょう。さあしかしレイラ2回はもう本当に嬉しくてしょうがないという感じ。いかにもハワイ生まれレイラ2回、本来の陽気さを取り戻してまいりました。決定に従うしかありませんよね。まあ本当にこれでもうゴングが鳴ってしまいましたからね。鳴ってしまいましたから、もうしょうがないですね、はい。まあ、グラマーガールズもね、JB をね、やっぱ上回る今日は、はいはい、タッチワークも見せてましたし、良かったですもんね。ベルトを奪うね、そういう執念みたいなのもやっぱ感じられましたね、はい、そうですね、はい、のりこちゃん。